さあついに MC1、はい、あの組み立ての日がやってまいりました。昨日開封の儀が終わってます。開封の儀はもうちょっと出るんで、で今日はねスペシャルカメラマンとしてじゃん、あ、よかった大丈夫だね、大学2年生かなあ、ちょっと違うね、あ、小6ですね、小6なんで、ね、あんまり過激なこと言えないんで、ね、でカメラマンとのね、さくやくんって言って結構東郷で頑張ってくれるね、うん、頑張ってますね、頑張ってますね、毎週来てくれてます、ありがとうございます。父ちゃんと一緒に頑張ってるもんね、うん、これからも頑張れよ、はい、あのもう一人の中学生の坂部くんに負けんように頑張らなきゃね、ああそうだね、うん、よし、じゃあちょっとカメラマンよろしくお願いします。はい、RC東郷、こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。あのね、はい、どうぞ。先ほどもやったんだけどね、この MC1 これね、マシン買っても開封の方はやってたんですけども、今日ね、これ組んでいきたいと思います。で、僕前回も言ったように、あのこのマシンあのとっとと進めたいんで、まずは、うん、あのリスのおじさんのマシンをちょっともう全部にしてもらって、これをもうとにかくぶち込むぞみたいなっていう感じで、で結果をちょっと見たいっていう風なんですよね。組んでいく過程の方を取っていきますんで、うん、でここがこういう風だなっていうポイントポイントをねちょっと取ってもらって、ね、まあそうですね、せっかく組み立てるんで、うん、そうそうそう、はい、どうですかこれ、まあ、話題のシャーシですからね、うん、楽しみだし、うん、まあ本当に旬な、しかも、うん、世界チャンプがね、うん、使ってた、そうです、去年チャンピオン塩の、ね、がそのまんまっていうか、まあ、もっとさらに詰められてできてると思いますね。そうですよね、楽しみですね、非常に楽しみですどんなパフォーマンスなのかなっていうのがあるんでね、じゃあ組んでいきましょうか。はい、よろしくお願いします。じゃあ行きましょう。ありがとうね。はい、カメラマンは、はい、はい、佐久谷君でした。佐久谷君でした。じゃあね、できました。はい、バック1、バック1完成完成完成です。はい、こんな感じですよね。はい、キュッキュッこれバッテリーホルダー持ちます。うん、いだからどっちからでもね、うん、何もしなくて もバッテリーが入るからですね。じゃあ2行きましょう。バック2、リアケース、バック2、バック2、うん、ちょっとベアリングとか、いい入り方がいいね全然ガナとかもなくすないっすね、パチって入るね、スッと入る、かといってガタガタじゃないんで、うんうん、精度バッチリ、精度いいっすね。うわ、全然いいじゃないですか。まあベアリングはね、出ししたね、仕上げたやつ使っちゃってるんであれですけど、うん、まあ結構軽く回るってやつね、うん、ほいほいほい、あとまあガタっていうかクリアランスも結構少なめですね、うん、あ、もう2終わり。はい、バック2終わりました。ちょっとね、これね、エアが乗ってます。はい、こんな感じです。こういう感じ、うん、軽いシューって思いますね。まあベアリングもね、ちゃんと沢口さん仕上げてある。はい、じゃあ次バック3、バックとな、あ、バックとな、まあこの辺がですね、特徴的な面が、ね、バーティカルデッキ、結構こうやって組むと、なかなかメカメカしいね。うん、すごくなんかね、あ、ほんとだ、面取りしてある。何がカーボンが、あ、それも面取りしてある。うん、いいね、このスコッと変えれるのは、まあ、こうやって変えれるのは、うん、これでバックさんが終了、終了です。おー、じゃあ次行きましょう。はい、バック4、バック4、これだけなんだな、バック4と5、リアショックタワー、あー、これっすね、うん、マ
家のダンパーセットってこれカーボン？カーボンですね。カーボンなんだけど、なんかここわざわざこうね、切削加工を追加しとるんですよね。これも面取りしてあるんだ。面取りというか、まあえぐりですけどね。でもまあ全体的には面がちゃんと取ってありますね。すごいね。はい、これバック4終了。早いね。いやいやいや。いよいよ。ってことは、これリアのディフ変えるとき、やっぱりプレートは取らないとダメですね。はい、でもまあ。まあでも、あの純正のあれをバランバラにすることを思えば。はい、じゃあ、ついに5ですか、次。5ですね。アルミスとフレームなので。そういや、あれからやるんですよ。バック上のタワーのナットと専用レンチで、ああ専用のね、うん、はいはいはい、それ乗ってた。これは結構ね、今までにないですね。はい、とりあえず説明書通りに組むと今ここまで、うん、そうですね、ですね、はい、こ、こんな感じね、こんな感じ。バック、はい、バック5まで、はい、バック5まで完了しました。あとはモーターとかメカ類を乗っけてれば、まあ、あ、リアがない、リアの足もある、リアの足もね、はい、が完成になります。はい、はい、じゃ あ、 あのマシンで組み立ての方やってたんですけれども、はい、ついに完成しました。できましたこれ今話題のこのマシンですよね。はい、ちなみに今カメラマンはハガケンさんっていう結構有名な方なんですよね。有名じゃないですよね。大丈夫です。ちょっと人生経験いろいろある人なんで。ああ、そうです。それは、はい、何かあったら。あ、何かあったらちょっと本人直接聞いてください。ちょっと、ここでは今言いづらいんで、ね。はい。はい、MC1 完成しました。ちょっと見てもらっていいですか、これ。はい、どうですか、こんな感じ。かっこいい。ね、これ、これね、これも面取りしてたんだよね、ここ。知らんかったけど。そうですね、面取り。これ面取りでもしたってね。すごくね、組んでみて、気づいた点とかありますか？持ちましょう。まず、まあ、それぞれの、まあ、ボリの取り付け部がね、うん、いっぱいあるんですけど、ええ、それぞれの精度が非常に高い。本当に、まあ、ずれたりとかガタっていうのがほとんどないですね。いろんな、特にリアのアルミのバルク、うん、ギア、まあ、ギアボックスか、はいはい、ギアボックスのあたりでも、まあ、ベアリングの入れ込みとかもそうですけど、ええ、きつくなく、ええ、かといって、まあ、うん、ガタガタでもないし、で、まあ、仮合わせの段階でそのままネジがスッと入るようなね、非常に高い精度で、やってて、まあ、組み立てやすい、はい、精度でしたね。ハガケンさん流に言うとガバガバじゃないそうですねカメラうなずいてますあそうですか。まあ、じゃあネジとかの、の穴とか結構ガチッとしてるんですね。そうですね。あともう一つは、まあ、カーボンのパーツもいろいろ穴開いてるんですけど、うん、まあ、ネジに対して結構ギリギリで穴開けてるみたいで、うんうん、穴自体もそのやっぱりクリアランスはかなり狭い。へー。なんで逆にもうそこの位置から、うん、多分ずれにくくこういうとこ、ね、なってるんじゃないかなと思います。普通もう少し交差は多少あるもんね。こ多少そうですね。 M3 のネジだと多分、うん、Y3 よりちょっと大きめの穴開いてるはずなんですけど、今回の MC1 は多分それよりも小さめの穴でクリアランスは詰めてるんじゃないかな。なるほどなるほど。じゃあまあ仮組みしてちょっといろいろ角度の微調整でなんだかんだっていうのはちょっと少なくて済むって感じじゃないですか。少ないですね。へえ。ほぼない。もう本当にそのまま組めば、なるほど、その通りに組み上がっていきます。普通そのなんていうのかな、いろいろねきっちり周りが組んであっても、ここの根本のところでちょっと歪んどる人っていうのはたまにいるんですよね。そうです、ね、そうすると何が悪いんだろう、何が悪いんだろうとかって、うん、いろんなものを散々買いまくって、結局蓋を開けてみたらこの辺がちょっと歪んどったとかね、いうパターンっていうのは結構あるんで、ね、そういうのが結構防げるシャシではあるのかな多分ですね。あとはもう本当にやっぱり一番大きいのはやっぱりギアボックス、うん、オープンになってるんで、まあ、この辺ですね、
まあノーマルのギアボックスに比べると、うん、まあここのネジ4箇所、はいはい、取るだけでデフギアが、はいはい、ギアデフが、うん、あのスコット抜けるんで、なるほどなるほど、これあの特にコンペとかね、うん、そういうとこでは、うんうん、瞬時にそのデフ交換ができるんで、うんうん、これもやっぱり結構武器になるっていうかね、うん、と思います。わかりました。じゃあ組み立てはこんな感じになります。ちなみにあのカメラマンのハーケンス、なんか質問とかありますか？はい、お、何ですか？質問ベアリングラックではこれはないんですね、うん、ワイパー仕様。これはワイパー仕様ですね、はい、あ、でもね、これね、アッパーデッキタイヤつくもんで、そういうことですね、うん、だからこの僕はこのスライドあのラック仕様で買ったんだけれども、スライドラック仕様のアッパーデッキを僕注文してるんですよ。だからもうどっちもできる、仕様がすぐに変更できると。そうですね、やれり尽くせりですね。そうですね、こんな感じかな。こんな感じですかね。ね、はい、はい、組み立ての感想はね、こんな感じになりますんで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、あの模索しようさんさんが全然大丈夫、バイバイやったやつなんで全然大丈夫。